名古屋市立五基礎小学校は、愛知県名古屋市昭和区赤月町にある公立小学校である、広地小学校とともに、昭和区における近代教育の源流となった。1873年11月5日、五基礎八万宮の南側にあった、同社新館所有の荒吹小屋において、愛知県第二中学区第二十五番小学村雲学校が成立した。これを、 学校のルーツとしている。公明の村雲は厚田神宮の天村雲県に由来するという。当初の学区は、後の愛知軍時和村の範囲と、ほぼ一致するといい。五基礎小学校の学区をはじめ、村雲、八金、鶴舞、吹上、松江、高田の各学区を含む一体であった。1879年には、従来の建屋の東隣に3教室を備える。 木造平屋建ての新校舎を建設した。支度を改造した学者が不都合であったためというが、旧校舎は常磐村役場に転用されている。1882年には、第56小学区村雲学校、1887年には、尋常小学時和学校と改称されている。時和の校名は、当時の村名から取られた。この時、学区に前津小林村を加え、 拡大している。1892年6月1日、5基礎孫立5基礎尋常小学校となった。1907年4月5日、高等科を併設したため、名称を5基礎尋常高等小学校と改めた。教室不足と教員不足からまずは1年2年のみの教室を設置し、1909年7月に、軍家病室を教室に改造することで教室の 整備を完了することとなった。このような状況は、従来の高地周辺がすでに宅地化している場所であり、高地の拡大には民家の撤去などが必要であるためであった。1921年7月、当時天神東と呼ばれていた地に移転することとなった。当時、新高地の周辺は、麦畑と天神の森しかなく、人家は存在しなかったという。ご基礎学区は、 ご基礎駅南西の地域で、村雲、鶴舞、吹上、松江、塩潮路、鶴剣の6学区と接している。ご基礎小学校は、学区のほぼ中心に位置しており、学区内の大部分から同貞 1km 以内で到達できる。ありがとうございます。